夏だね。夏。気持ちいい。夏だぜ。気持ちいいね。うん。いやー本当にね、夏はね、こうでなくっちゃ。うん。みんなさ、ねえ、へばってるでしょ。夏しんどいって。気持ちいいよ。このお日様。うん。夏はね、こういうね、自然豊かなところに行くのがね、一番いい。うん。都会はね、ヒートアイランドとかいうやつでね、もうただしんどいだけなんだけど、こういうね、自然豊かなところの、豊かなところのね、この夏はね、気持ちいいですよ。みんなさ、子供の頃をさ、思い出してごらんよ、子供の頃。子供の頃はさ、夏気持ちよかったでしょ。それはなんでかっていうと、コンクリートジャングルじゃなくて、こういうところで、みんな夏を過ごしたじゃん。ねえ。虫追いかけたりさ、森の中行ったりさ、ね。あの都会はね、確かに夏死ぬけどね、夏はね、自然とね、一緒になんなきゃ。僕みたいに、さっきの僕みたいに、原っぱで寝転がってもいいんだよ。そうすることによってね、地球とね、僕がね、一つになるの。そういうこと。今僕はね、原っぱでね、大の字でね、上を見上げたことによってね、僕は地球の一部になった。うん。すごいですよ。夏こそね、本当にね、もうみんな、楽しまなきゃ。うん。そうそうそう。いやー、それにしてもね、もう、まいっちゃうね。うん。ちょっとね、この僕はね、よくね、夏になるとね、撮影のスポットにしている、この森をですね、皆さんにも紹介しようかな。うん。あ、虫除けスプレー忘れちゃダメだよ、虫除けスプレー。あれないで死ぬからね。もう俺もね、今ちょっともう足とかもうサンダルなんだけどね、もう全部虫除けスプレーめっちゃやってるから、全然刺されてない。うん。夏バテでさ、苦しんでんでしょ、みんな。ね。夏バテで苦しんでるのなんて教えてあげようか。ずっとね、冷房を効いたところにいるから。うん。もちろんね、冷房はつけないとダメですよ。冷房つけないと熱中症で死んじゃうから。熱中症で死んじゃったらダメだからね。うん。ね、あまりにもずっと冷房の効いた室内にずっといると、体がね、暑さに慣れないんだよ。ちょっとはね、暑さにね、慣らすことも必要。うん。ね、素晴らしいとこっすよ、ここは。ね。で、今さ、俺今日陰入ったじゃん。普通に涼しくて気持ちいい。ね。おぉ。カラスかな、ね。カラス今うんこした。うんこした。カラスは頭いいからね。いじめたらね、顔覚えられますんで。はい。だから夏は、まあね、仕事の、まあ、出勤する人とかもいると思うけど、俺はね、まあリモートワーク、基本リモートだから、まあ、週1出社はしてるけど、あとはずっと家で仕事してるんだけど、まあ、だからといって、家にずっとこもりっきりだと、マジで逆に夏バテになるから、冷房ガンガンの部屋にずっといると。逆に調子狂うから、無理ない範囲でね、本当に無理ない範囲で、ち
外はね、外に出て、まあ、もちろんその熱中症対策はちゃんとした上で外に出て水分も取って、あの暑さに体をちょっとずつ慣らしていくっていうのもね、オイラはね大事だと思うんだよ。うん、そうね。だからね、こうしてね、まあ休憩中とかにね、外を散歩するってのもいいですよ。で、汗をかくじゃん。汗をかいてシャワーを浴びる。うん、そういうことよ。やっぱ人間汗かいてね、代謝良くして、うん、まあ、日焼けとかもね、まあ、日焼け止めとかも塗る人はちゃんとね塗って、うん、で日傘をね刺すっていうのもね、まあ、もちろん周りのね、まあ、人混みとかだと日傘周りに迷惑になることあるんだけど、迷惑ならないように適宜ね、あの日傘を刺すっていうのもねいいと思いますよ。まあ女性はね日傘差してる人いいんだけど、男性はね日傘差してる人あんまいないのよ。まあちょっとダサいとかそういう風に思ってる人いるのかもしれないけど、ちゃんと差した方がいいですよ、差せるときはね。いいでしょう、ここの森。ちょっと、まあ、場所特定されちゃうあれだから、ちょっとどこかは言わないですけど、こういうところがね都会にもあるんですよ、こういう森が。しかも全然人いねえじゃんここ全然人いないから、俺ここの森のことスタジオって呼んでるんですよ。よくね俺ここに撮影しに来るから、誰にも人いない迷惑にならないから、うん、まあ、YouTube やってるとね結構屋外で撮影することもある人いると思うんですけど、 YouTube やってる人はやっぱりね、ちょっと、周りの人の迷惑っていうのはちゃんと考えないとダメだから、ね。極力人が映らないようにね、しようとは僕は思っています。まあ、完全になんか不審者って思われちゃうから、まあ、昔、まあでも今はね、もう YouTube やってるみたいな、YouTuber みたいなのは、ある程度認知されてると思うから、僕が YouTube 始めた7、8年ぐらい前は、外でカメラ突っ立ててなんかベラベラ喋るっても、変質者のあれだったからな、本当に。こういう、こういう道をね、歩いています。お、キモい虫。今映ってたから、ちょっと今インカメで撮ってるから映ったかわかんないんだけど。いろんな虫がいますね。いや、なんか子供の頃はさ、全然虫とか触れたんだけど、なんか大人になったらなんかちょっと虫触るの躊躇するようになったな。わかりますこの感覚。めっちゃダンゴムシとか集めてたからな、子供の頃。うん、いや、スズメがいっぱいいる。知ってる。スズメで合ってんのかなあれ。やっぱね、あの森とか木々、緑って大事だね。ほんと緑があるだけでさ、全然さ違うもん。緑があるだけで暖かさ、体感気温が、うん、僕さ、よくね、まあ、川崎フロンターレの試合を見に轟競技場にね行くんですけど、轟競技場からちょっと離れたところに轟渓谷っていう渓谷があるんですよ。で、僕そこに去年の夏にね行ったんだけど、サッカー見る前にちょっと渓谷行くかと思って、その日ねめちゃめちゃ暑かったんだけど、轟渓谷のところマジで涼しくて本当に快適で、やっぱりさ、なんか最近さ、本当ここ何年かさ、もう異常気象じゃん、夏とか特に猛暑でやべえじゃん。やっぱりね、なんか緑が減ってんのも関係あんのかなっていう。やっぱヒートアイランドなのかなっていう。ヒートアイランドで、もう、バカみたいに暑くなってんのかなって思うよね。
二酸化炭素とかそういう問題じゃなくて、なんかそういうね、緑がなくなっちゃってるからじゃないかな。なるべく来ない方が良かったかもしれない。なんか夏マジでずっとサンダルなの。あ、ちょっとごめん、道間違えた。道様に分かんなくなんだよなこれ。なんか俺の会社全然緩いから、出社するときも私服で、俺スーツとか全スーツ着て会社行ったこと一回もないんだよね。最終面接の時にそれで行っただけかな。全然私服だし、なんならサンダルとかスリッパで来てる人もいるんだよね。まあなんか業界がちょっと特殊だから、それでもいいのかもしれないけど。サンダル一択ですよ、ほんと。なんかさ、濡れてさ、足臭くなんのよな。こういう夏場にさ、靴下履いて靴で行ってると。いやー、日本の夏だね、本当に。良き天気、心安らかなり、日本の夏、セミの声、今静かにして木の下に宿れるなり、我が心その宿れるなりと同じき安きところにある。行ってきます。お父さんかっこいいね。いや本当ですよ。いやあのポエムね、なんかだんだん本当に味わい深く感じてきた。籠池夫妻の、籠池康則と、やべやべちょっと滑りそう。このドナイ山本チャンネルのですね、あのヘビー視聴者、子さん視聴者、よく僕のチャンネル見てくれる人には馴染みのある場所です、ここは。はい、ここね、ここでよくね動画撮ってますよ、このベンチに座って。でさ、あの俺さ、11万回再生されてるさ、さっき言った籠池理事長のポエム、俳句あるじゃないですか。まあ、俳句じゃないんだけど、正確であれは籠池理事長のね、日本の夏、蝉の声ってやつあるじゃないですか。あれ撮ったのここなんですよ、ここ。ちょっと木が生い茂ってるけど、久しぶりにここ来たからあれなんだけど、木が生い茂っちゃってるからちょっと違うかもしれないけど、俺ここで撮りましたね、2年前ここで。お父さんかっこいいって、ここで撮りましたね。よくここ撮ってますね。ここベンチあるから、ここで座ってね。競馬の予想とかなんか普通に喋る動画とかでここで撮ってます。ただね、俺夏はね、あんま撮りに来ないな、ここまでは。なんでかっていうと、マジセミの声がうるせえのよ。セミの声がうるさすぎて、声が入らないんだよね。
見てこれ、なんかすごそう。なんか遺跡遺構みたいなのがある、ここ。これなんか戦争とか関係あるのかな。マジでなんか 大東亜戦争とか関係ありそうなやつだな、これ。はい、まあ、というわけでね、まあ、あのドナイや妹と一緒にね、あの夏の森を歩こうという、そういう動画なんですけど、皆さんもね、夏はね、なんかもうクーラーガンガン効いた部屋でさ、なんかずっとダラダラ過ごすんじゃなくてね、たまにはこういうね、夏でもこういう涼しい森あるから、いっぱいね、日本にもあります、都会に、東京にもありますので、こういうところにお散歩してみてね、夏を乗り越える、体を手に入れる、うん、夏に打ち勝つという、そういうのもね、僕はおすすめしたいなというふうに思います。というわけで行ってきます。お父さんかっこいい。